1年間応援ありがとうございました。今日はファンの皆さんに手紙を書いてきたので何とぞ、はい、オリックスファンのみんなへいつも温かい応援本当にありがとうございます。何度も言っている言葉にはなってしまいますが、ファンの皆さんの応援のおかげでリーグ3連覇を達成することができました。最近は違うチームに行ったり違う道を歩むメンバーもいますが、今年リーグ優勝を達成できたのはその全員のおかげです。これからもみんな応援していただけたら本当に嬉しく思います。21世紀初となるリーグ4連覇、そして日本一奪回を目指すシーズンとなります。新しく加入するメンバーと一緒にファンの皆さんを含めた全員で厳しい戦いを戦い抜きましょう。来年も温かい応援をよろしくお願いします。それでは最後に、何卒は皆さんも飽きたと思いますし、自分自身も限界を感じていますので違う締めでいきたいと思います。僕がオリックスバファローズに一遍のと言ったら、みんなで拳を上に突き上げ悔いなしと叫んで終わりましょう。一回練習してみましょう。いきますよ。オリックスバファローズに一辺の悔いなし。 OK、 いい感じです。じゃあ、いきます。あ、オリックスのみんなも一緒にお願いします。それでは本番いきます。オリックスバファローズに一辺の悔いなし。ありがとうございました。入った。杉本選手の応募に合わせて選手の皆さんはクラッカーを、スタッフ皆さんはハリセンやタオルを掲げてください。2024シーズンに向けて誰かのやつにしましょう。さあ、それでは杉本選手会長、その温度の言葉は全員にありがとうでお願いできますでしょうか。準備ができましたらよろしくお願いいたします。それでは改めて選手会長よろしくお願いします。いきます。全員に